ルマンの図書館ルマン大学は、ルマン市に拠点を置くフランスの公立大学。ペードラ・ロワール地域圏、サルト圏のルマン市とマイエンヌ県のラバル市にそれぞれ、キャンパスを有する。3つの学部、2つの技術短期大学部、エンジニアリングスクールである、ルマン高等技術学校、15の研究ラボを用し、理学、工学、文学、言語学、人文学、法学、経済学、 経営学のコースがある。2014年時点の学生数は約1万1000人、教員、研究員数は630人。以前はメーヌ大学と称していたが、2017年9月1日からルマン大学と改称した。ルマン大学は産学部に技術短期学部及び高等技術学校を通じて、4つの分野、人文社会科学、理学、工学、 保険において140を超える学位を提供している。ありがとうございます。